朝起きたら雨がすごかったんだけど、だんだん晴れてきて希望が湧き出るような気持ちはなんだろうって思って、それを自己流に落とし込んでみた結果がこうなりました。イエーイ血色と透明感をテーマにしてやってみたので、もし興味がある人は見てみてください。もしよかったらインスタにも遊びに来てください。 OK、 じゃあ始めましょう。 Let's start。 OK、 オフカメラでハトムギの化粧水で保湿をしてるから、そこはちょっとスキップしてからラロッシュポゼのクリームを使って保湿していきます。下地をのせていきます。下地はうちの大好きなチョウスンアのレイビームアップクリームとケイトのスキンカラーコントロールベースのラベンダーをのせていきます。そしたら最近うちが愛用してるニックスのボーントゥーグローを使っていきます。少量をちょんちょんちょんとのせてブラシを使っていきます。これはフィリミリの820番。このボーントゥーグローはさ、結構カバー感があるから本当少量だけでよくって、まあ、全部隠れるわけじゃないんだよね。こうやって見るとほらちょっと赤みとかまだあるんだけど、なんかね最近ね、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう肌感を残すのが結構好きで、隠しきっちゃう感じはなんかねマスクかぶってる感覚になっちゃうのね。だからこう自分の肌感を見せながらもなんか整えてあげるぐらいのファンデーションののせ方がうちは好き。次はニックスのコンシーラーをのせていきます。マスクが当たらないところにコンシーラーをのせるようにしてる。そしたらキャンメイクのクリームシェーディング1番をのせていきます。イネスフリーのミネラルパウダーを小さめなブラシでのせていきます。あとはね、このほうれい線の上のところをちょっとテカリをなくしてあげるとほうれい線が目立たなくなる。アイシャドウはカラーポップのジングっていう色をまぶた全体にのせていきます。同じブラシでカラーポップのカノンドラムっていう色をのせていきます。この色は目頭中心にクリースに沿ってスーッと伸ばしていきます。次はフェンティービューティーのモーロッキンアイスっていう色をまぶたの真ん中にのせていきます。小さめのブラシ、画材屋さんのこのブラシを使って目の下、真ん中にものせていきます。その上にカイマコスメティックスのグローアップっていう色をのせていきます。パウダーパウダーしなくて若干スポンジみたいな感じでスッて入るぐらいなんか水分を含んでる感じ のアイシャドウなんだけど、爪まずで気にしないで見て、ほらすごくない、超綺麗じゃない。そしたら同じ色をさっきのところにちょんとちょんとのせる。ちょん、アイライナーはキャンメイクのクリーミータッチライナーを使って粘膜を引いていきます。色はブラックです。次はブラウンの色を使って細く線を入れてあげます。そしたら小さいブラシでこうやってアイラインをぼかしていきます。軽くビューラーをしてからつけまつげをのせていきます。つけまつげはコージードーリーウィンクアイラッシュ9番を使っていきます。そしたら下まつげにマスカラをのせて、眉毛はブローソープとセッティングスプレーを使って毛足を上げていきます。毛足が上がったらライムクライムのブッシーブローで足りないところに少しずつ足してあげます。そしたらティントをのせていきます。ザ・フェイスショップのレッドチェリーをのせていきます。コツとしては薄いレイヤーをのせていきたいから色をこう落としていく感じ。そしたらティッシュをこうグーッとこういう感じで余分なリップをこう取る感じ。塗ってない部分にセフォラのリップ70番をのせていきます。これも同じくこうやって余分なものをこう取ってあげて、で指でトントンしてあげます。そしたらニックスのピンクのバターグロスをのせていきます。キャンメイクのシェーディングパウダーでシェーディングをしていきます。あとおでこにもしていきます。
チークはジェフリースターのブラッディーロストを使っていきます。色はロイヤルペインっていう色です。目の下までちょっとこのせる感じで、ハイライターはベッカのシャンペーンポップを使っていきます。あ、1個忘れてた、アディクションの2番を引いていきます。 OK っていう感じで、雨のち晴れ透明感メイクどうでしょうか。雨の日でもパッと明るく見えるから、ぜひ試してみてください。面白かった人は LIKE とチャンネル登録とコメント残してくれると嬉しいです。 Hey, just see you next time and remember you are beautiful as you are. Bye. ズームインして始めたいと思います。あ、OK、コンロの掃除してたらね、折れちゃったの。ネイルできる人マジで羨ましい。見てほら、はい、上、トヨンさん違う、上、あっちは違う、あ、上、あれあれ。